続いて29番コロセヤソウさんに川崎高谷ヒットナンバーからエンド物語の結末にはよそもしないようなことが待ってて、この物語の行方は終わらないようなエンドロールが、普段の笑い方の癖もタバコをかしてる姿も少し大人びた表情も全て好きなんだ、好きなんだ、でもあなたの横別の誰かが笑わせて、アダムとイブのようにはいかなくて、どこか切ないストーリー、忘れられないメモリー。物語の主人公は報われないことなんてなくて、この物語の続きは私のメッセージじゃない、そうやって見切りをつけてあるほど強くないから、思えば思うほど溢れて落ちてゆく、でもあなたのこと憎めなくて、悔しくて強いヒロインにはなれそうもない、どこか切ないストーリー、忘れたくないメモリー、好きなんだ、好きなんだ、好きなんだ、でもあなたの横別の誰かが笑わせて、アダムとイブのようにはいかなくて、どこか切ないストーリー、忘れられないメモリー、奏でられないメモリー。コロセさん、エンドロールを歌ってもらいました。